the freedom of expression。どうも、デュラメのカオルです。ザ・フリーダム・オブ・エクスプレッション、今週も始まりました。ジョーさん。はい。サザさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね。はい。かっこいいですね。コスプをちょっと。ありがとうございます。貼ってきたんですよ。かわー、ありがとうございます。ありがとうございます。まず一面ですよ。おぉ。藤川球児。私でもわかりますよ。引退です。ね。やっぱね。いやどうですか、トラファンのカオルファンとして見ると球児。そうですね、まあまあ T シャツに着てるんですけど。そうですね、かっこいいですよ、これめっちゃかっこいいです。まあかなりこう好きですね、うん、阪神の選手の中でも。まあ野球の素人に僕に説明すると何がすごいピッチャーでなんですか。ストレートなんですよ、はい、もうストレートなんですよ。変化球じゃないんですね。はい、がもうあの火のように飛んでくるんですよ。らしいですよ。俺は実際立ったことは分かんないんですけどね。はい、うん、でもうストレートが来るって分かってても打てない。あ、プロの打者がストレートが来るって読んでても、うん、そうです。まあだから2005年のリーグ優勝かな、うん、したぐらいの時ぐらいからもうね、もうすごくなってきて。うん、マックスどれぐらいでしたんですか。マックスってどれぐらいか、まあ、150キロ前半くらいじゃないですか。ただその球速だけじゃない、うん、なるほどね。もっと出る人いるんですけど、はいはいはい、なんかね、打てない、うん、実際のスピードよりも、もうなんか打てない威力というか、球にこう、うん、そう、当たっても飛ばないみたいな、ね、し球を伸びてくるって言いますよね、うん、手元でスッと伸びるっていう。まあでも引退なんですけど、うん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 、シーズンは終わってなくて、まあ、うん、そうですね、今2軍にいるんですけど、まあ、今この収録時はね、はい、まあ、1軍に上がってまだ投げる可能性はあるんで。なるほどね。この今シーズンはね、うん、ちょっと投げる姿を見たいなとは思うんですけど、まあ、本当あと5セーブで迷宮帰りなんです。そうですね、あ、そう、それは言ってほしいじゃないですか。もう1年やればいいじゃないですか。ダメなんですか。ダメなんですよ。もう本人なんかね、去年からもう引退するつもりだったらしいんですよ。でも去年は意外といけちゃったんですよね。いけちゃったって言うけど、おかしいですけど、あの活躍できたんですよ。なるほどなるほどなるほど。で今年はやっぱなんか体がもう悲鳴を上げてるみたいで、うん、まあ本人的にもさすがにもう、うん、っていうことで。おいくつなんでしたっけ。今年40かな、うん、40歳。まあ津田の世代ですね、いわゆる。ああ、1980年生まれ。オールスターで、はいはい、その清原とかカブレラですね。カブレラ来ましたね、はい、直球勝負。あ、もう投げる前にもう直球いくぞみたいな。すごいな。ほんでもう三振取る、うん、でなんかその漫画みたいな対決をしたい、ね、漫画みたいにあるですか、ね、あります。巨人の星とかでありますよね。そうそう、アパッチ野球部とかね。それで本当に三振取るっていう。かっこいい、うん、かあ。これじゃあある意味また球界のスター選手というか、うん、まあそうですね、どんどん選手も必ずいただきますけどね。そうね、寂しいですけどね。どうするんですかね、解説者とかに行くとか、まあ、そのいわゆる指導者になるとかあるじゃないですか。いや、指導者になると思いますよ、うんうん、まあ、まだまだでも現役だ、まあ、そうですね、まだそれは。で、阪神が優勝はどうなんですか。しますよ。お、はい、よかった、うん、まあでも巨人が強いですね。あ、負けないっすよ、全然。そろそろ行きましょうよ。行ってほしいですねこればっかりはね、もうね、頑張れって言うしかないですよ、ね、あ、まあまあ、そうですね、はい、じゃあ今日、はい、ジョーさんちょっとお願いします。はい、はい、というわけでですね、今日はちょっとまあ不思議なニュースをお届けしたいと思います、はい、畑のど真ん中に金庫が放置されていたという未解決ミステリーのニュースでございます。アメリカのニューヨーク州にある農地のど真ん中になんと大型の金庫が発見されたということです。誰がいつなぜその金庫を農地に放置したのかは全くもって謎だということです。しかし農地の所有者である男性は謎は謎のまま置いといた方がいいと述べているということです。ただしですね、金庫の側面に貼り付けられたメモにはこんなことが書いてあったそうです。もし金庫を開けられたら中身を差し上げます。
ということなんですが、まあ、土地の所有者の男性の方は、まあ、ミステリーはそのまま置いておいた方がいいということなんですが、まあ、このメモがあったということで実際に金庫を開けようとした多くの野次馬たちが集まったんですが、結局ですね、警察にその場から立ち去るように命じられたという不思議なニュースでございます。好きですね、はい、俺こういうのは。好きですか。好きですか。好きですね。よくわかんない。よくわかんないですよ。よくわかんないの好きですね。これ何なん、何なんでしょう。そうですね、確かに。うん。そして何が入ってるんでしょうね。どこに一番気になります、カオルさん的に。まあ、どういう金庫なんですかね、まずね。ねえ、大型の金庫。大型の金庫。パッと想像すると、まあ、冷蔵庫みたいなぐらいの大きさの金庫なのかなという。うん、そうですよね。感じがしなくもないんですけども。農地のど真ん中ですもんね。そうなんですよ。だ、誰かが運んでったってことですよね。うん、まあそうですよね。そう、うん、まず誰かがそこに。そうなんです。で、所有者の人もそこにもう置きっぱなしにしてもいいやってことになってるってことですね。そういうことなんですよ。農地はなんか邪魔じゃないのかなっていう気がしなくて。そうですよね。で、その人が置いたわけじゃないですよね。そうなんです。まあそれ書いてないですよね。うん、どっちなのかっていうのも。いや、置いたんですよ、これ。そうなんです、所有者のおっさん。どうしたいないんですよ、こんなの。そうですよ。なんだ、もう解決しちゃったじゃないですか。ミステリーは一発解決。ミステリーはそのまま置いておいた方がいいって言ったでしょ。そんな、バカな話ないですよ、バカな。これ、そうなるとじゃあ。書いてもないよ、この人。はい。あ、置いたのはこの土地の所有者のおっさん。これ、紙何が入ってると思いますか。紙。一応お金ちょっと入れてるんじゃないかね。あー、なるほどね。お金ちょっと入れてて。なるほど。なんかあれじゃないですか、プレイボーイとかじゃないですか、雑誌を。そういう感じ。そうそうそう。主婦の趣味の。あ、おっさんが。そうそう。話題にしたかったんですよ、話題に。あー、うん、まあその可能性もありやね。うん、でもなんか面白いですよね。面白い。こういうのなんかいいですよ。うん、うんうんうん、なんか別に誰も傷つかないし、うん、確かに誰も得もしてないんだけど、おっさんが得してるかもしれないですけど、まあ野次馬が来ちゃうんでその警察が動いちゃうっていうところですね。確かに確かに。こういうなんか俺もね、ハプニング系っていうんですか、なんかよくわかんないの、うん、面白いなと、ね、思いますよ。じゃあ最初なんか実家がどっかにないんですか、庭。うちですか。あの庭ありますけど、そんな大型金庫が置けるようなでかい庭ではないです。まあでも置こうと思えば置けますけど、うんうん、まあねえ、野次馬来たら大丈夫ですか。いや、ダメですね。野次馬来たらもううちでそんな庭ではないんで、わー来たらもう多分大変なことになって、緊張で何が起きた何が起きた。まあ八王子の片隅ですから、意外と田舎ですからね、うん、それ何かあるとすぐご近所さんに、あ、東京の都心と違いますからね、うん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 、すぐにわーってなっちゃいますけど、金庫が置いてあったということですけど、なんかこの番組では何かやりたいみたいな場所があった。やりたいですね、ハプニング系。なんかこういうやりたいってどういうこと。なんかこうちょっとあれでしょ、仕掛けるってこと。そうそう、いたずらじゃないけどそれで世の中がどういう反応になるかを見るためのこっちの表現をしてみるってことですよね。あ、なるほどね。あ、まあうちらも一回ありましたよね、映画の紹介で。そうですか。突然音声が落ちる。ああ、ありましたね。あ、ミステリーは。でもこれ仕掛けても、あの、言えない、言ったらダメですよね。そう、言ったらダメなんです。だから、ね、やっただけで、でも世の中できっとざわざわとニュースになるんですよ。で、いつかネタ、いつか10年後俺は やりますよそれ。確かに。ちょっとミステリー的な、なんかやりたいですね。てかまあ神が仕掛けて、ああ、それがいいよ。ああ、確かに。まあ、で解く方が、うん、面白いですよね。面白い面白い面白い。え、推理小説とかちなみに読むの好きですか。まあ好きですよ。好きですか。そんないっぱいは読まないですけど。ああ、なんかほら最近そういう電車とかでもやったりしてるじゃないですか、 JR さんの。なんかやってますね、推理ゲームみたいなやったりしてるじゃないですか。あの、うちのドラマがなんか好きなやつです。あ、そう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 ミステリースポット行きましょうよ。ミステリースポット行きましたかね。いよいよそっちも行きますか。
いや、これはもううちの得意分野ですね。ですよね。東京。いや、俺もそれ待ってましたね。ですよ。どっちかっていうと。え、大丈夫？大丈夫、大丈夫ですよ。俺結構ビビりっすよ。本当っすか？お、マジビビりっすよ。いや、彼女のミステリースポットっていうのはね、うん、あの坂道をジャグに上がっていくとか、なんかそういうやつですよ。なるほど。怖くないやつ。あ、そういうことなんだ。神に聞いてみたいんですよ。お化けっているんすか？いますよ。あ、いるんだ。いるんですよ。それはでも神様とは違うんですね、また。神様とは違いますね。まあ、なんかよくわかんない。まあ明らかに答えに困ってるなと思ってますけど。なんか調子の方で、千葉の調子の方で、うちの記者が UFO を呼んだことあるらしいんですけど。行きますよ、UFO。行きます？調子は結構出るらしいです、調子は。マジっすか？UFO もちょっと怖くないですか？怖す、怖がりすぎでしょ、神。UFO 怖くないでしょ。うん、神 UFO 見たことある？あ、じゃ あのなんか募集しましょうよ。あ、そうですね。なんかこういう未解決、なんかこういう不思議な、不思議なね。不思議なやつね。で、解決しましょう。うん、で、そこに行きましょうよ、じゃあ。行きましょう、行きましょう。ね、行きましょう。じゃあ、皆さんちょっとこう、不思議なね。うんうんうん、怖いやつ、まあ、ちょっと怖くてもいいですよ。ちょっとくらいだったらいいけど。ガチの幽霊スポットじゃなくて、なくてなんかこうなんか不思議です。これどうなってんのみたいな、なんかね。あ、いいですね。あ、いいですね。うん、そういうところなんかこう探しにとか、それを解決しに行きましょう。行くので、あの送ってください。うわ、はい。じゃあみんなちょっとね、行きたいですね。いや、行きたいです。行きたいですね。我々フリーダムオブエクスプレッション探偵団じゃないですけど、はい、あ、いいですね。はい。うん、ミステリーを解決に、いいですか、ね、あのもうカメラが先行ってるやつね。そうそうそう、初めて入ります。そうそう、だから人は閉めるけどカメラそっちおるやん。あるあるですけど、あるあるですけど、じゃあ、まあ、お、楽しみです。はい、じゃあこの辺で終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。